ビルマ社会主義計画党は、クーデターを成功させたネウィンによる1962年の検討以降、1988年までビルマで独裁政権を担った失政党。マサラとも呼ばれる。1990年開答。初代議長ネウィン。ネウィン将軍による軍事独裁政権に正当性を持たせるため、1962年に成立された。 マルクス主義と仏教双方に影響されたビルマ式社会主義を先導する政党とされ、党議長にはネウィン自身がついた。1974年にビルマ連邦社会主義共和国憲法が制定され、ネウィンがビルマ連邦社会主義共和国大統領に就任。ビルマ社会主義計画党は国家に対する優越性が保障され、 一党独裁による国政の最高支配機関としての役割が与えられた。1976年には、党中央機関の幹部多数が大規模な粛清、国外追放の対象となり、その強権的な政治手法は各国政府の批判にさらされることもしばしばであった。国有化の影響による農業生産の減少などで経済的に行き詰まっていたにもかかわらず、一種の 鎖国主義により貿易も少なく国民の生活水準低下は顕著であった。1981年にネウィンは大統領職を辞したが党議長として陰性を続けた。1988年に全国で半党民主化デモが相次ぎ、7月にネウィンが党議長を辞任、治安警察のセインルイン長官が審議長となった。だが彼は 政局の安定化に失敗し、8月には法務長官のマウン・マウンが公認に当たったが、事態は好転しなかった。結局、同年9月にそう、マウン・ビルマ軍参謀長のクーデターで国家法秩序回復評議会が実権を握ると、既存の国会が解散させられたことで、ビルマ社会主義計画等は政権の座から追われた。その後、 1990年の国民議会総選挙に参加するため、ビルマ社会主義計画党党員と軍事政権は新たに国民統一党を決闘し、ビルマ社会主義計画党の歴史に終止符を打った。ABCD ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典ことバンク。2018年9月23日閲覧、ありがとうございます。